お疲れ様です。カドちゃんのところと、あとバイクの半年点検、出したバイクを取りに帰ってきました。今日の晩ご飯は麻婆豆腐です。今日ね、朝ちょっと早起きしてバイクの半年点検行ってきて、で5時に取りに行って、その後ちょっと早めにあのカドちゃんのところに行ったんですよ。で、いるかどうかもわかんないし、でシャッター開いてるかもしれないじゃないですか。したらね、シャッター閉まってました。で、カドちゃんはね、またね、灰皿のところで寝てました。で、もちろんいつものカリカリ、蓋握りと、あと、チュール。でね、今日ね、チュール、総合栄養チュールはまずね、いつものように食べてくれたんですよ。そうするとね、ダイソーチュール食べなくなりました。グルメなキャッチになっちゃいましたよ。まあ、明日もね、一応両方あげますけど、明日はちょっと残業なんで、明日、明後日、そう、残業なんですよ。まあね、猫ちゃんのご飯代も稼がないといけないし、だからまあ、もう仕方ないかなって。まあ、家が近いの。ね、会社から家、そして加藤ちゃんのところが近いのが本当不幸中のうち幸い町です。よかった。加藤ちゃんね、俺のねすごいね至近距離で一回起きたんですよ。起きてどうせほら俺まだ動画撮ってるじゃないですか。それね、多分加藤ちゃん頭いいっすね。どうせお前すぐ来れねえんだろって感じで俺の目の前で寝てました。可愛かったです。まあもちろん動画に撮ったんで、で、まあそれも動画に撮ったんですけど、もう本当に殺人級に暑いじゃないですか、埼玉って。なんで、今日は、昨日ほら、おっさんの晩ご飯で冷ややっこ食べたじゃないですか。それも容器が欲しかったんですよ。加藤ちゃんに、水あげたくて。で、加藤ちゃんに今日、お水あげました。で、この容器もまた取っときます。やっぱりね、この季節、最初はね、ポットの水があったんで、まあ、安心はしてたんですけど、ずっと雨降らないから心配なんですよね。やっぱね、水分補給は人間も当たり前ですけど、生きていく上で必要不可欠ですからね。よし、危ねえ、捨てるとこだった。まあ、どうせ崩れるからいいよ。よいしょ。したら、もうクーラーつけてもやっぱ暑いっすね。今、帰ってきてすぐ、サドちゃんのお皿洗ったんですよ。したら、もう乾いてました。いつものプラ容器。すごいです。暑いです、埼玉。ちょっと水分が多いんで。これで吸わせまーす。あっちゃ。うまくよそいねえな。よいしょ。じゃあちょっとタレかけましょうか。いつもの中盤に安い中
中盤の値段の麻婆豆腐です。これがね一番美味しいと思うんだよな。高い300いくらってやついっぱい使ってみたけど、なんかそんなに、まあ美味しいけど、これでこっちの方が好きなんですよね。あのマボちゃんはダメ、味が薄すぎる。足して返しだからめんどくさいですよ。あっ、よし、できたー。今日の晩ご飯はまあ、やらしい、大事なの入れるの忘れた。今日は疲れ取るためにトリプルにします。あ、もうねえかな。あんまねえか。握力なくなったかんな。あの脳梗塞で前まで65あったんですよ、握力が。それが今もうね20ちょいしかないんですよね。だって握力があったからネジとか指で締めましたからね。よし、今度こそ完成です。こうね、陶器の容器に、ね、米入れちゃったんですよね。ちょっとね、ひき肉ね多めにしたんですよ、あのスタミナつけるために。んで、まず付属品の山椒をかけます。付属品のね山椒と、あのいつも使ってる瓶の山椒ってね味が違うんですよね。入ってくれるかな。あー、ちょっと危険だからやめましょう。これはご飯にかけましょう。あ、やべ、かけすぎちった山椒。まあいいや。麻婆豆腐の完成です。まだここにもありますけどね。これはちょっと上に乗せちゃいます。よし、できた。
麻婆豆腐の完成です。ではいただきます。